ずっと前から気になってたっていうか、ハイテンションな時と落ちてる時の差が激しくって、よくお友達とかにも注意されてて、ずっとちょっとでもハイになった時はまた怒られるなと思いながら気になってたんですけれども、なんて言うんだろう、ハイテンションだった、まあ、有頂天だったり、落ちたりする時の差って、こう気にしなくてもいいのかなと、はい、はい、OK です。はい、じゃあ、沖野恵美子さんも結婚されておめでとうございます、はい。まずね、ハイテンションっていうかな、あなたの魂はピュアなんですね。自分の気持ちのままに正直に生きていると思います。それは本当に楽しいと思ってバーッと上がるんだけど、下がる時もあるんだよね。で、下がってると自分のこと嫌いだとか罪悪感いろんなもの出てくるんだ。で、そうしたらこれじゃいけないなと思ってまたハイテンションになるっていう、その繰り返しかなと思うんですね。だから別にハイテンションになることはいいの、ただ落ちることがちょっとね、落ちることは良くないから、落ちずにハイテンションのままいけばいいんじゃないかと、それをやっぱり妄想しかないんですね。なかなかハイテンションにすらなれない人がいる中で、あなたがハイテンションになれるって最高なんですね。そう、そのコツ知ってるんだからこそね、ずっと一分一秒楽しかったらハイテンションでいけるんだから、落ちてるところをなんとか妄想で切り分けてハイテンションのままでいったらいいと思いますよ。それでそれが使えるようであれば自分の中で、ね、バランスを取ればいいかなと思うけど、できないならできないで OK なんです。それがちょうどいいんです。彼女にとってちょうどいいんです。それでバランスを取ってるから。ただこれから妄想するようになったら、だいぶその下がる気持ちはだいぶ違ってくる。ハイテンションのままで OK ですから、はい、ね、誰が何と言おうとエミちゃんが許します。社長にお会いした時に、こんな感じだったかなと思って。そうです、そうです、はい、そう、紫陽花のね、はい、素敵、はい、いいですね。新潟から来まして、はい、飛鳥薬局の弟子の水野ひで子と申します、はい、よろしくお願いします。今日は、まあ、お寺さんということで、ちょうどちょっとどうしようかなと思ってたことがあったのでお聞きしたいと思います、はい、実は私卒婚いたしまして、はいはい、でまあ元夫の家の、うん、まあ、お仏壇も守っているんです、うんうんうん、でその、元夫のお墓には私の亡くなった子供も入っている、うんうんうん、で最近その夫が末期がんということで、うん、自分がまあ先短いということでなんかいろいろ考えたみたいで、分骨をする、まあ元とクリスチャンになったので、最初の頃は別のそっちの合同墓地みたいなところに入ると言ってたんですけども、最近その分骨をするということで、まあ同じお墓、その私の、うん、あ、私だよ、もう旧家の、旧家じゃない、今家の、お墓、結婚してたところで、そうそこのお墓に分骨されるっていうことになったんですね、うん、でまあ代々伝えていくにはやっぱりその子供が伝えていくと思うんですけれども、まあその夫が言うには私の立場もまあ考えてくれてるみたいで、そこに入ってもいいよと、うん、それから実家の墓に入ってもいいよと、それまで実家の許可は取ってないですけど、あ、ごめんなさい、息が上がって落ち着いていいよ、はい、大体分かってます、はいはいはい、それで私はどういったこと、まあ、お寺さんでもあるし、どういったところが一番いいのかなと思ってお聞きしたいと思いました。はい、分かりました、はい、お願いします、はい、ね、うちのおばちゃんの話が一番分かりやすいよね。結婚してたのを三好って言ってたんです。ところが別れたんだけど名前を変えてませんでした。ところが向こうと無縁になっちゃってたんですね。そうした時にう
ちのおばちゃんがもう向こうと全然縁が途絶えちゃってて、で私のところ来てたんです。その時にうちのおばちゃんが亡くなった時どうするかだったんですね。それはもう明らかに村中家にも入れないんです。自分の元の実家の名前も違うし、三好って言ったって向こう引き取らないんだったら、引き取れないから入れないということで、結局どこにも入れないからご縁仏になりましたと。そしてあなたの場合は名字が水野、水野さんは別れたんだけれども向こうに水野っていう名前で向こうに子供もいて、あの私長男とも一緒に住んでます。うん、でそういうことだってあれば、向こう分骨ということは OK だと思いますね。あ、分骨っていうか分けることはないと思うんですよ。ただ夫は分骨して、その自分はその共同墓地と水野家に、うん、あの分骨をする。あのね、お父さんはね、共同墓地には入る必要ないんだよ。水野家に入るしかないんです。でもクリスチャンだから。あ、そっか、分かった。クリスチャンであれば共同墓地に入っていけばいいんだと思います。いけばいいんだろうけど、うん、本人が分骨するって言ってるんですね、うん、いやそれはね、分骨っていうのは一番まずいんだよね本当は。あのね、分骨はまずいんです。ただ お父様がそれで気が済むならそうされたらいいと思うんですよ。ただ分骨っていうのは体をね、あの別々にしちゃうことになるんだよね。だってさ、おかしいでしょ、体がバラバラになっちゃうってことですよ。分骨はダメなの本当は。いや、しない方がいいよって言ったのは、しなくていいし、あの自分のこっちに戻ってきたかったらこっちだし向こうに来たかって言ったらいいんだよっていいんですよね。そういうふうに言ってて、ね、で本人の気がすぐにさせられたらいいんですよ。それでもう一つ言うとね、あの仏壇とか死んだことっていうのはね、皆さんが思ってたらいいんだよ。親のことだってよくさ、写真をずっと飾りっぱなしの人いるじゃない。あれね、もうとっととしまって、アルバムにしまっちゃうの。それでね、忘れちゃいけないのは1年1回の明日とかその時とかお父さんとか思い出してあげるんだよ。ずっとねそれ飾ってて思い出しもしないとまずいんですね。それは二度死ぬということなんですよ。人は一度死んで忘れられて、二度目は完全に忘れられる時に二度死ぬというんですね。だから三回忌とかはね、十何回忌とか大事だね。その時とかたまに思い出してあげることがいいんだよ。そうすると死んでないって自分の心の中で生きてる。そうすると会えるからっていうことで、とどのつまりは皆さんにとっての名字が違うお墓には決して入れません。それからそういう、キリストとかそういうんだって、なんだって みんなもその共同墓地、そっちに入りたいって言うならそっちに入れるんです。ただし共同墓地は永代供養かなんか他に払われてるんでしょう。そこまではちょっと多分ね、だって誰かが面倒見てるんだよね。だったらそこに永代供養も誰も見ることができなくなった場合は永代供養の、ところにお金を払って見てもらうわけでしょ、うん、だからそうじゃないと誰かが見なきゃいけない。だから多分ね、共同墓地っていうのは多分永代供養的なお金を誰かも払ってる人がいるんだよね、うん、でお父さんは自分が行きたいんだったらそっち行って行った方がいいのかもしれない。だけど多分ね、お父さんもし死んだ時はさ、自分の仏壇までに入ることになると思うの。あのキリスト教養であって、ね、であってもあってもね、うん、私もじゃあ水野家の墓に入る、水野家であれば水野家のお墓に入るか、どうしても嫌な時は無縁仏にしてくれしかないです、うん、あ、じゃあ実家の名字の違う方には入れないってこと。実家には戻れないんです。戻れない。なぜかというと教えてあげようか、肩身の狭い思いします。なんでそれが分かったかというと、うちのおばちゃんがうちの芝村家っていうか何か入れようかって言ってた時に、何が起きたと思いますか。あのね、毎日夜バッタンバッタンと落としてたのね。掃除してたんだよね、死んでも。肩身が狭いんですよ。そこなのよ。あなたがこれ以上また死んでからもう肩身狭くする人は何だと思います。はい、わかりました。はい、じゃあね、はい、ありがとうございました、はい、お願いします。娘のことで私の感情が
うわーってなるんですけど、うんうん、娘バスケットやってるんですよね、うんうん、で娘の学年はすごい上手な子ばっかりで、うん、で娘入ってまだ1年なんですけど、うんうんうん、なかなか上手にならなくて、うんうん、でたまにこうミニゲーム出てる時も、うん、なんかこう見ててイライラしちゃうんですよね、うんうん、で帰ってきて褒めてあげればいいんだけどだいたいダメ出しをするっていう、うんうんうん、したら娘は怒るんですよね、うん、言われたくないから、うんうん、でも我慢できずに言っちゃうんですよ、うんうんうん、で上手くなってほしいし練習したらいいんじゃないかって思うんだけど練習もなかなかこう自分からしなくってでもバスケットは続けたいみたいなでずっとその繰り返しなんですよね私どういう対応してあげたらいいのかなっていつも悩んでるんですけど、うんうんうん、教えてほしいです、はいはいはい、まずねお母さんと娘さんの使命は違うってことだよね好きなことがだからそこを公私混同しないようにすることで娘さんがやりたいってやらせればいいしそして家事ことばっかりだったり上達することばっかりじゃなくて目的は楽しいことなんだよ、うん、だからよかったねってお母さんは何々ちゃんの楽しい姿見てるだけで嬉しいようでいいんです、ね、それをあのその娘さんは楽しんでるんだよそれで楽しんでどん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 やろうとしてるけどそこでダメ出しされたりすると楽しくなくなっちゃうんだよね、うん、だからあの楽しかったらいいんです。で、お母さんは自分の使命見つけるべきなんです。ね。それで、しかもね、その時やっててね、あの、いや、これ卓球で変えたいからよかったねでいいんですよ。川の流れのように、あの、みんなやりたいことって変わったっていいんだよね。で、その時に何かそこで待ってるものとか学ぶものがあるんです、その人にとって。で、それで呼ばれているってこともありますから、だから反対にその人に任せた方がいい。そう、なぜかっていうとそのままで大丈夫なんだ。あ、それをお母さんがあんまり言っちゃうとそれこそ自分の道じゃない道行かなきゃならなくなると我慢してるとストレスになっちゃうでしょ。でストレスとか我慢から恨みしかなくなってお母さんを嫌いになっちゃうんだよ。それもそうするとお母さんも辛いでしょ。そんな暇があったらお母さんの趣味それからお母さんが楽しいこと徹底的に考えるの。娘は娘なので、もし、あの、不老者になることはないにしたって、そういうふうになったっていいの。よかったねばっかり言って楽しいよってお母さんが楽しい姿を見せてあげたら、あ、お母さんって楽しいし、お母さんみたいになりたいなって思うんだよ。と思うんですけど、どうでしょうか。楽しいことだよ。ね、わかりましたか。はい、ありがとうございます。私あの夫が亡くなってから8年になるんですよ、はいはい、それで亡くなった当初その隣のこうすごく仲良くしてたんですね。で旦那さん同士もうちの夫と旦那さんもすごく仲良く家族ぐるみのその生活をしてたんですよ。そしたらあるその亡くなった後、まあいろいろあったんですけど、でなんか土地のことやらいろいろあったんですけど、うちの土地を買ってもらったりそういうことがあって、で夫が亡くなってからガラッと態度が変わっちゃったんですよ、奥さん、ね、奥さんの、うん、で旦那さんはうちの夫とすごくこう仲良くしてて、うちがいろいろ死んだ後もこれも頼むなあれも頼むなって言ってたみたいなんですね。で亡くなった後いろいろ旦那さんは気にかけてくれて、芝生の手入れだとかいろいろいろんなことをやってくれてたんですよ。それで私が結構お礼を持ってったり、あの本当にありがとうございますとかいろいろそういうふうにしてて、なんかそういうふうにしてたんですけど、なんか態度が全然違うんですよ、ね、奥さんだけど、それでだいぶほら毎晩ね知ってからすごく言霊とかいろいろこう言ってて、だいぶ元気にはなったんですよ。なんだけど3年5年経ってもやっぱりそれがちょっと引っかかるんですよ、態度が。それでこれ今もちょっとしたことでも旦那さんがちょっとやってくれたり、いやすっごい感謝してるんですね私は。でちょっとあのお礼を持ってても
それだけしただけでしょとか、じゃ言葉がすごく突き刺さるんですね。痩せたらあまりお礼持っていかない方がいいのかなとか、いやでもやっぱりいろいろしてくれるからこっちはすごく感謝してるしありがたいって、でその奥さんにも本当いつもお礼をしてるんですね。なんだけどとか冬町内会も一緒なんで、本当は私会いたくないなっていう、そういうところがあって、でも町内会一緒だから会合とかいろいろあるんですよ。それでいや話はあまりしないんですけど挨拶はするんですね。なんだけどなんか上から目線な感じで、なのであまり話はしたくないけど、いやいつもありがとうございますとかお世話になってますとか社交辞令は言うんですよ。でもなんかちょっと分かりました。今、はい、そんな感じでどうしたらいいのかな。分かりました。2つありますね。一つは多分その奥さんがもしかしたらあなたに嫉妬してるっていうことが一個ありますね。でだから現実的に言うことは奥さんを3倍褒める。本当は旦那がそれをやんなきゃいけないんだけど旦那ができないかもしれないのであなたが褒める。会った時、会った時とか、お世辞じゃないけどうまくタイミングでも褒める、で褒めることですね。それと現実にやることはそれ、それとあとは、ファンタジービームをやってエネルギーを自分に入れることですね。そうするとなぜか相手が変わってくるんです。そして妄想しましょう。奥さんが昔のように自分にすごく良くしてくれたり、その昔のような妄想してどん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 変わっていくイメージをしましょう。そうすると私にすごくやってくれたら本当にやっても笑顔で返してくれる、ね、イメージして仲良く後半みんな食べてることとかいろんなイメージをするんですね。それをしない限り今あなたが思っていることが起きているんです。それがどんどんそこになってきたっていうのはあなたの考え、ちょっと考えたことがだんだん形を作り上げていくんです。すごくこう会った時はいやこれお花綺麗だねとかすごい頑張ってるねとか、うん、そういうふうにこう言ってもダメなんだったら、褒めてもダメなんだったら妄想で切り替えるしかないですね。はい。で一回それやった時に受けた感情っていうものはどんどん膨れちゃっていくんですね。佐藤さんの、膨れていったものを引き寄せていくんですよ。そうだからここがいい勉強の仕組みだから神計らいですよ。あなたの旦那さんがちゃんとね学ぶんだよって。そしてお前はさ頑張って俺のことで大切にしてくれたよねって、だからこれやってごらんって聞けるかもしれません。だったらそれを妄想する楽しい妄想に切り替える癖をつけてみたらいかがですか。何回もそう繰り返し繰り返しが起きてるから、そう、それは繰り返し繰り返しが起きてるからって自分が思ってるから繰り返しが起きてます。それを想像ね、だから潜在意識の中に入れるのはちゃんと現実と妄想で、妄想で切り替えちゃわなきゃダメです。それとことんそう思った時もう相手がどうしよう気にならなくなります。今度あなたがそうなった時に相手も気にならなくなります。それが今8年というかその間すごい気にならない時期があったのね。でも何かのきっかけでまたうんってこうなってまた常に妄想しかないです。妄想しかない、はい、そういう人のためにこの発光の剣ファンタジービームはあるんです。はい、ありがとうございます。うちの兄ちゃんがこう亡くなって三回忌なんだけど、三回忌、はい、だけど嫁さんは骨をずっと持ってて、え、納骨しないでずっと持ってるんですよ。でそのままにしていていいものなのか、そいつもそのやっぱり納骨するべきなのか、あと、まあ、今嫁さんと意識はしてないんです、だからまあ、答え聞いてもそうやってできるかどうかは分かんないんだけども、一応どうしたらいいのかなって聞きたいな、はい、まずね、その納骨っていうかお墓はあるんですか。はい、お墓ってお寺さんに納骨堂はあります。納骨堂ね、あ、うちみたいなね、マンションみたいですね。そうそう、はい、
納骨堂があるんですよね。中山家があるんですね。そうです。いや、中山家じゃなくて、息子は、私は再婚してるから、うん、息子は違う名字なんです、うんうん、で、一番初めの旦那の子供なんです、うん、で、その旦那の、最初の旦那さんの名字を継いでるのね、息子さんは。そうです、うん、そしたらそっちの浜に入るんだね、普通は。普通はね、うん、で、そのお嫁さんが入れないのはなんでってことですか。そばに置きたい。あ、わかりました。でもね、それは本当は納骨しなきゃダメですよ。あの、なぜかっていうとね、輪廻が残っちゃうんだよね。だから写真だとかいろんなものを早くしまいなさいっていうのは死んだ人のためなの、ね、死んだ人はさ、輪廻がよく残るっていうじゃん、後ろ髪引かれるとか。あれ、こっちからあんまりやっちゃうと行くとも向こう行って修行になんないんだよね。うん、だけどその人がどうしたってそれやってるんだったら仕方がないから、あなたが、ラブジョーレやったり ね、それからファンタジービームやったりして、息子さんにもラブジョーレやったりいろいろすれば、息子さんは自分で縁がおきれいですって向こうに行きますから。あの、未練なんですよ、思いなんですよ。思いがね、見えなくなった時、思いってつながるんですね。現実より早いからね、つながるのは。だから、私のところにも、うん、私今年ちょっと家を売ろうかと思ったんだけど、うんうん、そしたらちょっと見てもらった時、兄ちゃんが出てきて、俺も行くからいいよって言ったんだ。あ、それ見なくなった、うん、俺も行くから、ね、俺もい、あの、うちから出て行くからいいよって言ったのよね。え、まだいたのって私は思ってて、そして、あの、まあ、私自身もその、分かった、そしたら、分かった、分かりました。そしたら、もうお兄ちゃんは分かってるから、お母さんの方から、もう行っていいよって、やってあげてください。はい、ね、ラブジョーレしてね、うん、それで、そのお兄ちゃんが楽しいね、亡くなった人にもやってあげていいから、うん、その人がね、楽しいイメージで、わーっと言ってるイメージをしてあげたら。あー、分かりました。ね、そしたら大丈夫です。はい、はい、はい、ありがとうございました。で、亡くなった人のことはいいイメージを作ってあげていいよって言ったんです。ところが生きてる人だけは自分でやめてダメなんですよ。なぜかというと、いいですか、ボランティア、愛のボランティアハンドヒーリングは大丈夫大丈夫言いながら、そしてエネルギーを送ることができるんです。それは宇宙エネルギーなんでね、宇宙の生命エネルギーを強くするものだから、送ったり、例えば既得なんで送ってください、エネルギー送ってくださいと送ってあげることができるんです。ところがファンタジービームだけは自分が解決していかなきゃいけないんです。だって自分の陰な暗いものを明るいファンタジーに変えていく、あなた自身の問題のものなんですね、これ。だからこのファンタジービームだけはね、遠隔ばっかりやったってダメなの。嫌な人をぐるぐる巻きにしてエネルギーを充電して発酵漬けにしたり、そしてどうしても縁が切りたい人は切るイメージ、剣でね、切ればいいんですね。だけどね、このファンタジービーム子供にずっと送ってるんですがダメです。自分がやりながら子供にも持たせるんです。そして子供でも因果を持ってきてるんだから、それを切り替える作業をやらせなきゃダメです。その切り替えることができないから苦しむんだよね。いくらもお金がないといくらお金もらったってダメなんだよ。自分で稼ぐ力をつけなきゃいけないでしょ。それと一緒だよね。だからファンタジービームは自分に力をつけて考え方を変える、自分だけでも変えるという作業なんだ。